神戸市北区の住宅街で新しくオープンした一台のキッチンカー。いらっしゃいませ。営業しているのは4人の子を持つ東条ヒューマとその妻由美子。今までやってきたことを生かすための独立なので、最大限にやりたいなと。2人いるので、その分助け合いもできますし、お互い支え合いながらやっていけたらいいなと思ってます。看板メニューは、ニンニクの匂いが後に引かない女性に嬉しいガーリックシュリンプ。それぞれ味が違うから美味しいですね。ほんまに美味しいな。美味しい。止まらん。絶品のガーリックシュリンプを武器に、キッチンカーに人生をかけた2人の挑戦。あれ入らん。やばい。おかしいな。ダメ。おかしい。あ、いらんわ。やっぱ穴開けよう。おかえり。お疲れ様。初日の営業を終え帰宅したヒューマを待っていたのは、コロナ禍で注目が集まっているキッチンカー。夫婦二人三脚での新規開業、その舞台裏を覗き見覗き見。開業およそ1ヶ月前、ヒューマは自宅の3階で作業に打ち込んでいた。販売口の横に立てかけるようで大きい看板を作っています。縦 1.8 メートル、横95センチ、人の背丈ほどの大きさの黒い板にヒューマ自らペンを走らせる。最初はその業者に頼む予定だったんですけど、自分でできることをフルに活かしたいなと思って、絵を描くことがもともと好きだったので、ちょっとまあ自分の店でもせっかくなんでやりたいなと思ってて。隣の部屋には同じく作業に打ち込む妻由美子の姿が。こんな感じでいいの？角丸い方がいい？ちょっと立体的に見せるために丸削っちゃっていい？ギリギリまで、うん、今年結婚10年を迎えたヒューマと由美子。もともとキッチンとホールで働いていたが、結婚後こうして一緒に働くのは初めてのこと。仕事に対しては本当に一生懸命こだわりを持って向き合うっていうか、そういう姿勢はすごい感心するところですね、はい。こだわりは強いのかしら。どう、何なんですかね、こればっかりはこだわりというか、自分が納得しないものを出すのはちょっと自分の中で嫌なので、はい。こだわりが詰まった看板、一体どんなものになるのか楽しみね。開業6日前、キッチンカーの改造が終わり納車日を迎えた。かっこいい。キッチンカーにもさまざまなこだわりが。まず目に飛び込んでくる赤い色、これはエビをイメージした少し暗めの赤をアクセント的に使用。また車内にも同じ色を使用して統一感を演出した。今回改造にかかった費用は全て含めておよそ340万円ほど。そのうち100万円は神戸市が行っているキッチンカー助成事業の助成金で賄うことができた。これがなかったらここまでちょっと
いろんなことを頼めなかったかなっていうところは正直ありますね。やっぱみんなおしゃれにしたいと思うんですけど、その中でもやっぱ予算の自分らの予算の中で抑えれるんですよ。それをちょっと伸ばせれたのがすごく助かってます。一番大切な内装は、どうしても自分が右利きなので、全てあの鍋であったりフライパンであったりっていうのは左手で持つんですね。その時にやっぱ右側に火口があるとこうなってこうなるので、どうしても左に行きたかったです。はい、すごく今ここは最高の出来だと思ってます。本当正直実感は湧いてなかったんですけど、出来上がったのを見て、で自分たちがここで料理を出すっていうイメージがもう今本当についてきてるので、まあドキドキとちょっと1割不安ぐらい。ありがとうございます。ありがとうございました。メインとなる車も完成し、あとは前を向きまっすぐ進んでいくだけね。この日は家族揃っての昼食作り。子供たちはそれぞれ好きな具材をピザ生地に乗せていく。子供って好き嫌いが多いじゃないですか。多いけど自分で作ると食べるんですよ。なんか自分でやったっていうので達成感があって、それで食べてくれることが多いんで。家で料理をすることはよくあるの？そうですね、最近はよく作りますね。あの会社を抜けてからちょっともう家にいることばっかりなんで。福岡県出身のヒューマは高校卒業後料理の道に進んだ。12年間勤め、関西エリアの料理長にまで上り詰めた飲食店を今年10月に退職、キッチンカーで独立することを決意した。僕の中でもずっと独立心が強くて、キッチンカーっていう手もあるよみたいな、そこからあキッチンカーか、動くお店かっていう、もう本当単純な感じで、あ移動できるお店ちょっと面白いなっていうので、最初本当そんなところから始まったんですよ。いただきます。とはいえ子供が4人もいて独立することに不安はなかったの？生活面での不安は確かにあるんですけど、これからキッチンカーするにあたって絶対4人子供いるし、すごい背負うところもあると思うんですけど、その辺は私も子供たち4人もみんなで支えていくので、安心して自分の夢を進んでいってもらいたいなと思いますね。自分の人生を楽しく生きるっていうのをいう背中を見せたいんですよね、子供たちに。だから子どもたちも将来に向かって夢も持てるし、あ自分たちでも好きなことできるってことが分かってくれる、もちろん自分らの夢なんですけど、そのための方が僕らはやる意味があるかなと。開業を間近に控え、2人の姿は神戸市西区のある施設にあった。今日はちょっと練習の日ですね。ちょっと本番さながらのことをやっていこうと思います。衣装も腕の部分にロゴが入ったオリジナルのコックコートを用意。この日はセッティングから営業まで一連の動きを確認する予定だったけど、これつけれんよ。え、あれあそこなんか引き出すやつはなかったっけ？あれ入らん。やばい、逆やったかな。こうじゃない、違う、こっちじゃない、入りづらいんだよ。あれ
棚一つつけるだけでもなかなかうまくいかないものね。ちょうど窓のギリギリ。およそ1時間40分かけてセッティングが完了。こだわりの自作看板は車のドア前に設置。インパクトは抜群ね。ヒューマが作るガーリックシュリンプにはある大きな特徴がある。それはこのガーリックバター。食べられるお客様のことを考えると匂いを気にする方が多いので、ちょっといろんなその特別な調理をして、ちょっとニンニクの匂いが気にならないように新しいちょっと形で考えてみました。パセリやイカスミなど7種類ある特製のガーリックバター。ニンニクに下処理をしているから旨味やコクは残っているけど匂いは後に引かないんだって。女性にとってニンニクの匂いが残らないのはとっても嬉しいわね。最初はハワイとかで売ってるニンニクが絡んだエビのガーリックシュリンプっていうのを売ろうと思ってたんですけど、他でも食べれるようなことをやっても僕ららしくないんじゃないかっていうのでここにたどり着きました。本番まで残された時間はあとわずか。二人はこの日、日が暮れるまで練習を続けていた。そして迎えた開業当日。天気はあいにくの雨。おはようございます。最高の天気ですね。いやー、もう昨日緊張して2時間しか寝れなかったんで、でもやれることをしっかりやります。初日の出店場所は神戸市北区の住宅街、有野台地域。飲食店やスーパーなどがほとんどなく、新型コロナウイルスの影響が広がる中、神戸市が今年5月からキッチンカーの実証実験を行っている場所だ。雨が降りしきる中、黙々と準備をし、午前11時、お店オープンの時間となった。オープンしてすぐに、一人目のお客さんが。わかります？ガーリックバターシュリンプです。ありがとうございます。ありがとうございます。初めて受けた注文、気合を入れて作っていくヒューマ。由美子もリズミカルな動きでサポート。前にやった練習の成果が出ているようね。これ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうドキドキしてますね。初めてのお客さんは来たし、よかった。ゼロではなかった。この雨でどうゼロかもしれんとか思ってたんで。雨にもかかわらず、その後も次々とお客さんが。はい、ありがとうございます。失礼します。ところが。それで使って、すごい。こんなんばっかりする？これそれぞれ選ぶの？それぞれ選ぶの？7種類あるガーリックバターの選び方に少し戸惑うお客さんも。夕方。由美子は子供たちが帰ってくるため一足早く自宅に戻り、ヒューマ一人で営業を続けていた。すいません、大変お待たせいたしました。熱いうちにお召し上がりください。ありがとうございます。
午後6時までで35食を売ることができた。初日としてはまずまずね。今日一日どうだった？いや、充実しました。充実した一日です。最初ちょっと雨で本当に大丈夫かなって、お客さん一人でも来てくれるんかなっていう心配から始まったんですけど、車であろうが店舗であろうがやっぱりお店とね、お客さんってつながってるんだなっていうのがすごく感じた一日でした。お疲れ様。お疲れ様。入ってる。待ってるから。よし。よし。ただいま。お帰り。何これ。お仕事お疲れ様。お疲れ様。みんなからお手紙とプレゼントがあるから聞いてください。いいよ。パパ。パパへ、初めてのお仕事お疲れ様。いつも遊んでくれてありがとう。これからもお仕事頑張ってね。カンナより。3人も仕事よく頑張ってね。短いこれだけかよ。いっぱいのお客さんが来るように頑張って美味しそうなご飯を作ってね。なんと短い。いっぱいキッチンカーを頑張ってね。またか。何これ、ハートも描いたで、ハートも描いたで、うん、首に何かかけてる。4本ありがとう。首に4本何かかけてる。お手紙もらったね。何かかけているし、押し物めっちゃある。ファイヤー花も4本持ってるとは。じゃあ私も手紙があるんで読みます。開業おめでとう。そしてお疲れ様でした。ついに夢への第一歩が始まりましたね。今日この日が来るまで2人でたくさん打ち合わせをして準備をしてきましたね。毎日忙しくてもとても楽しい時間でした。結婚してから10年間、子供が4人になり大変な時期もありましたが、その分たくさん楽しいことや幸せなことが増えていきましたね。今まで頑張りすぎて体を壊したこともあったので、そこが少し心配です。体には気をつけて、これからキッチンカーで楽しい毎日が送れるように願っています。ありがとう。いやもうちょっともうパパ大変や、持ちすぎで。すんで泣いてるんちゃう。うるせえよ。映画見てる時も。ちょっといきなり今日あ雨のデビューになってさ、ちょっとだけ不安になっとったけど、大丈夫かこれからと思ってたけど。この前こそはふわみたい。元気出た。本当ありがとう。何にマイクに当たってるか。キッチンカーでの第一歩を踏み出した東条一家。これからも家族一丸となって頑張ってね。